のレッドライン越えびっくりマーク西側の新戦略とはロシア領内で西側の長距離ミサイルが使用されるというニュースが注目を集めています。これはウクライナとロシアの戦争の進展に大きな影響を与え、西側諸国が掲げてきたレッドラインを超える可能性があるためです。これまでは、 ロシア領への直接的な攻撃はエスカレーションを避けるため避けられてきましたが、今回の決断は西側の戦略転換を意味するものです。ウクライナへの軍事支援は多方面から行われていましたが、ロシア本土への攻撃は避けるべき、レッドラインとして位置づけられていました。ロシアの領内が攻撃を受けることはロシア側の重大な挑発とみなされ、 第三次世界大戦を引き起こしかねないリスクがあるとされてきたのです。このため、ゼレンスキー大統領が繰り返し要求してきた、ロシア領内へのミサイル攻撃は2年以上も見送られてきました。方針転換の兆しと西側諸国の対応。ところが、最近になってウクライナがロシア領内で西側製の長距離ミサイルを使用することが、 黙認されつつあるとの報道が相次いでいます。特に2024年9月11日、英国のガーディアン氏は、米国務長官ブリンケンがウクライナを訪れた際、今後の戦略の柔軟性を示唆する発言を行ったと伝えました。さらに、イギリスのデイビッド・ラミー外相も、イランがロシアに弾道ミサイルを供給している状況を危険なエスカレーションと指摘し、 ウクライナの対応戦略に変化をもたらしたと述べています。また、英国の政府関係者によると、ウクライナがストームシャドウと呼ばれる長距離巡航ミサイルをロシア領内で使用することを非公式に認める決定がなされた可能性が高いとされています。これは、ゼレンスキー大統領が求めていた戦略的な反撃の許可ともいえ、今後の戦局において大きな意味を持つでしょう。 ストームシャドウミサイルの重要性とその威力ストームシャドウはイギリスとフランスが共同開発した長距離巡航ミサイルで航空機から発射されることが多いです全長5メートルほどのこのミサイルは高性能爆薬を搭載し非常に精度が高く敵の地下施設や弾薬庫への攻撃に適しています実際にクリミア半島で使用され ロシアの重要拠点を直接打撃する力があることが証明されています。BBC は、ストームシャドウをロシアの軍事拠点に対する理想的な攻撃手段と評価しており、その威力は前線を超えた戦略的な施設にも到達可能です。ロシアの空軍基地や弾薬庫を標的にすることで、ロシア軍の物資供給網を混乱させ、 さらにウクライナ国内へのグライド爆弾攻撃を減らす効果が期待されています。プーチン大統領とレッドラインの緊張。プーチン大統領はロシア領内での西側製ミサイルの使用を超えてはならない一線として強調してきました。ストームシャドウのロシア領内での使用は NATO がロシアと直接的に対峙する行為とみなされる恐れもあります。プーチン大統領は これを戦争のエスカレーションとみなし、さらなる報復につながる可能性を示唆しています。記事運主導の北朝鮮特殊部隊防風軍団含む1万2千人がウクライナ軍と激突へしかし、今回、ウクライナとロシアの戦場に北朝鮮軍が加わり、1万2.000人もの兵士が派遣されるという衝撃的な事態が国際社会で注目されています。 この派兵は北朝鮮の最高指導者、金正恩氏の指示によるもので、特殊部隊である暴風軍団も参加しています。北朝鮮がこれほど大規模な軍事力を国外に送り出すのは史上初であり、12月には本格的な参戦が予定されています。10月上旬には北朝鮮軍がロシア、 ウクライナ戦争に加わるとの情報がウクライナや韓国政府関係者から漏れ始めました。当初は疑う声も多かったものの、その後、実際に北朝鮮兵士が移動する映像や部隊編成の情報が出回り、参戦の事実が明らかになりました。特に、先見隊としてロシアに派遣された3.000人の部隊には、暴風軍団、 第11軍団の精鋭部隊が含まれています。この部隊はかつて、1968年に韓国の大統領暗殺を試みた事件でも知られ、その戦闘能力が高いとされています。軍事専門家であるニリュコ氏によれば、北朝鮮はこの派兵を通じて、ウクライナ軍の高度な戦術を学ぶ狙いがあるとのことです。ウクライナ軍が実践するドローンによる偵察や、 機動戦術、補給戦略などの技術を吸収するため、指導的な軍幹部も含む先見部隊が派遣されたと考えられています。10月末には、北朝鮮軍の12.000人がロシア西部のクルスク州に配備されたと発表されました。彼らはウラジオストクの訓練センターに到着後、ロシア空軍の輸送機によってクルスク州に移動したとされています。 しかし、北朝鮮兵がロシア語やウクライナ語を理解しないことから、ロシア軍との意思疎通には課題があるとされています。二流子氏は、クルスク州で北朝鮮軍が独自に行動できる区画を設けることで、この問題はある程度回避できると述べています。戦場での北朝鮮軍の強みと弱み。北朝鮮軍は、 山岳地帯や限られた戦場環境での戦闘に慣れている一方、広大な平野での戦闘経験が少なく、ウクライナの戦場では苦戦が予想されます。また、ウクライナ軍のドローン攻撃やハイマース、多連装ロケットシステムによる攻撃に対して、北朝鮮軍は相当な損害を被る可能性があります。しかし、接近戦や残酷戦のような局面になると、 命を惜しまず突撃する北朝鮮兵の戦闘スタイルは、ウクライナ軍にとって脅威となるでしょう。北朝鮮の派兵がもたらす利益とリスク。金正恩政権にとって、今回の派兵はリスクと利益が共存する重要な決断です。もし北朝鮮軍が戦果を上げれば、国内外で金正恩政権の威信が高まる可能性があります。しかしか 失敗や大きな損害が出れば、逆に政権の不安定化を招く恐れもあります。今回の派兵には、北朝鮮が得られるとされる3つの利点が指摘されています。まず、国内の引き締め効果です。韓国との緊張が続く中で、戦時体制の雰囲気を国内に醸成し、緊急事態に備えて国民の団結を促す狙いがあります。また、 経済的に困窮する国内状況において国家元首である金正恩氏のもとに国民を団結させ体制維持に利用できるとされています次に国際社会における北朝鮮の立場を強調するという効果もあります世界が欧米陣営とロシア、中国、イランなどの対抗陣営に分かれる中北朝鮮が反欧米勢力に加わる姿勢を示すことで 国際的な孤立から脱却しようとしています。さらに、経済的な利益も見逃せません。ロシアは北朝鮮兵士一人当たり月30万円の報酬を支払うとされ、1万人を超える兵士の活動により、北朝鮮は年間で500億円以上の外貨を得られると見られています。一方で、北朝鮮軍が戦場で捕虜となったり、亡命を試みたりする事態が起こると、 北朝鮮の権威に悪影響を及ぼす可能性があります。特に特殊部隊員が捉えられて西側メディアで報道される事態は北朝鮮にとって大きな打撃となりかねません。北朝鮮軍はウクライナ戦場で実戦経験を積むことにより戦闘力を向上させる可能性があります。核兵器とともに実戦で鍛えられた通常戦力を保有することで 北朝鮮は国際社会においてより一層の脅威となるかもしれません。そのため、国際社会は北朝鮮の派兵に対して厳しい目を向け、ロシアからの撤退を促す必要があるでしょう。ロシアのプーチン大統領とアメリカのトランプ前大統領との協議に関する話題が再び注目されています。ロシアのペスコフ大統領報道官によれば、プーチン大統領は アメリカで次期大統領としてトランプ氏が選ばれた場合、和平に向けた協議に臨む用意があると発言しています。しかしながら、ペスコフ氏はこの発言がウクライナ侵攻に関するロシア側の立場や目的を変えるものではないと明言し、和平に向けた情報ではないことを強調しました。ロシア国営タス通信が報じたところによると、 プーチン大統領はウクライナとの関係において中立を保つことが和平に向けた重要な条件であると再度強調しています。ロシアはウクライナに対して自国の領土と主張するウクライナの4州の法的承認や北大西洋条約機構、NATO への加盟断念を求める姿勢を崩していません。この背景には NATO がウクライナを軍事的に支援することで ロシアとの衝突の危険性が高まるとの懸念があると考えられます。プーチン大統領は、ウクライナが中立を保てばロシアとウクライナの友好関係が成立するが、中立を失えばウクライナはロシアに敵対する道具として利用される恐れがある。と述べ、ウクライナの中立性を強調しています。このロシアの要求に対し、ウクライナ側は譲歩する姿勢を見せず、 ゼレンスキー大統領は西側諸国のさらなる支援が不可欠だと訴えています。さらに、ロシアの要求を幸福に等しいとして拒否し、ウクライナの独立と安全が保障されなければ停戦はあり得ないと断言しています。こうした緊張状態の中で、トランプ氏がアメリカの次期大統領に選ばれた場合、米国のウクライナ支援が削減され、 和平に向けた圧力が高まる可能性も取り沙汰されています。トランプ氏とプーチン大統領の両者が協議に臨む意向を示していることに対して、ゼレンスキー大統領は怒りをあらわにし、戦争を安易に停戦で終わらせることは、無責任で危険であると発言しています。ウクライナの独立が保障されない限り、戦争の終結はありえないとし、 停戦はロシアに時間を与え、再び進行する準備を整えるだけだと指摘しました。一方、ロシア国内では、プーチン政権がかつてないほど強固な独裁体制を築き上げているとされています。国内の反対制派や反戦を訴える声は厳しく抑圧され、多くの活動家や政治家がロシアを脱出している状況です。さらに、 国内に残る反体制派も分裂状態にあり、プーチン大統領の独裁体制に対抗する組織的な動きは困難を極めています。プーチン政権が長期にわたる支配体制を維持する中、ロシア国内では反対意見を持つこと自体がリスクとなっていると伝えられています。モスクワに住む一般市民の声を拾ったところによれば、生活にはさほど問題はないものの、 ウクライナ戦争や政治に関する話題には触れないようにしているとのことです。国際電話でさえも自由に発言できない環境が続いており、現状のロシアにおいては、プーチン政権に逆らうことが極めて危険な行為とされています。このように、ロシアが国内外で厳しい立場に立たされる一方で、トランプ氏とプーチン氏が協議の場で和平に向けた解決策を模索する可能性が、 残されているとされています。ロシアはリブノピルを占領し、ベリカ、ノボシルカを包囲した。軍事概要チャンネルは、ロシア軍、ルファフグがドネツクの南に進軍を続け、リブノピリの村を制圧したと報じた。ベリカ、ノボシルカへの攻撃はさらに激化しており、この都市の周囲に新たな包囲網が展開されています。ライバル、チャンネルは、 ブレミフカの方向では、ロシアの突撃隊がシャフタルスクのゾロタ、ニーバの方向からベリカ、ノボシルカに向かって前進しており、ロブノピリアで戦闘しているノボダリフカを攻撃していると伝えた。クラホフの南では、モスクワ軍が野原に沿って前進し、さらに外側に陣地を取った。キエフが公開したビデオによると、貯水池のダムの破壊は深刻な結果を引き起こし、 洪水はほぼ裏繰りまで広がり、ウクライナの供給線が遮断された。市の北部地域では、ルファフがイリンカ村を占領し、クラホフの包囲はますます厳しくなった。トレツクでは、ロシア軍が以前に失ったサバルカ地区の領土を取り戻した。トレツク中心部の地理的位置もモスクワ軍の進歩を示している。クルスクに向けて、 ルファフは攻撃の強度を高め、成功を収めた。プリョホフは占領されましたが、北の森林に沿った広大な地域も征服しました。モスクワ軍は今やスジャに近づいていた。また、北部では地理的位置から野原や森林を越えてロシア軍が進軍し、最近ロシア軍が奪回したノバやソロチナ村でも進軍していることがわかる。 ウクライナ軍は銃を置き、クラホフを放棄した。レドフカチャンネルは、ルファフがクラホフ東部を占領し、ウクライナ軍守備隊、AFU が何らかの理由で同志からの撤退の準備を進めていると伝えた。具体的には、キエフ軍はクラホフの火の袋から撤退を開始しており、ダルニー入植地は崩壊の危機に瀕している。 ロシアのルファフが人口密集地域を完全に制圧しない場合にのみ、ウクライナ軍はダルニーとスーキー、ヤリー川沿いの一連の村の間の包囲網から撤退する機会を持つことになる。AFU は陣地から部分的に撤退し、ダハノエに向かって交代している第79独立空挺旅団を救おうとしている。この部隊は非常に困難な状況に陥った。 モスクワ軍は市南部でさらに攻勢を展開し、敵の兵士集団に圧力をかけている。クラホフ異世のキエフ全軍はボルチア側まで押し戻される可能性がある。この点で、ウクライナ軍が軌道の余地を失い、西側への総撤退を開始する可能性がある。クラホフの防御は堅固に構築されていたという事実にもかかわらず、ロシアが守備隊を保持し、 ザポリージャからの国道15号線沿いの補給を即時遮断するという脅迫により、状況は本質的に変化した。キエフは人々を救うために確立された地位を離れる以外に選択肢はなかった。そしてここで当然の疑問が生じる、なぜ AFU は突然クラホフ東部を放棄し、乾燥した渓谷に向かって後退したのだろうかまず、 彼らは中心部で最も収益性の高い都市部を防衛するための適切な準備の一環として敵の前衛部隊との接近戦に従事することを望んでいました。第2に、ロシア軍の前進推進力とキエフ軍の駐屯地との間の距離が少しでも増加することが、ウクライナ軍部隊が全軍で都市からの撤退を開始するための前提条件となる。結局のところ、 事前の準備なしにすべての部隊を撤退させることは不可能です。すべてが使用され、しばらくの間広報が守られるという保証があれば、キエフ守備隊はルファフが南から都市に接近する前に撤退することができる。AFU がクラホフを離れ西側へ大規模に交代する準備をしていたという事実が間接的に確認された。フィナンシャル、タイムズ紙は ウクライナ軍当局者の発言として、駐屯部隊は市内から逃亡する準備ができており、ただそうするための命令を待っているだけだと伝えた。ライバルチャンネルは、モスクワ軍がイリンカを制圧し、ダルニーで戦闘が続いており、クラホフの南で AFU レオパルトに A4 戦車2台が活動不能になったことを確認した。クルスク、ロシアは東スジャ地区でウクライナに隣接。 ライバル通信によると、クルスク方面でモスクワ軍が東スジャ地区の AFU を攻撃し、側面を攻撃した。主な衝突はプレホボ地域で起きており、AFU は依然として東部郊外に点在している。北西部のノバやソロチナ村では暴力的な衝突が続いた。ルファフによる入植地を強化する取り組みが観察されたが、 これには FPV ドローンとウクライナ軍法による襲撃によって引き起こされた困難が伴いました。最初の突破を達成した後、ノボ岩の深から南西のレオニドボまで進軍する試みが失敗したため、ロシア軍の進軍ペースは若干鈍化した。その後、クレミアの絵の東、ボロノク道路沿いのノバヤ、 ソロチナに向かうコレネボ地区とスジャ地区の交差点でモスクワ軍が襲撃した映像もネット上に掲載された。おそらく、この出来事はここ数日、オルリャンキ方面への南からの激しい攻撃と同時に起こったのだろう。現在、戦闘の結果は不明ですが、この地域で進行中の進歩は、 クレミアノエ森林帯南東部の少なくとも一部がルファフによって占領されていることを示しています。またクルスク地域では、ロシアの無人航空機が英国から供給された別のウクライナ製チャレンジャー2戦車を撃破したが、事故の正確な場所はまだ不明である。同時に、弾道ミサイルとゲラン UAV が参加した空襲により、 スームイ地域の多くの AFU 標的が破壊された。一日を通して複数回の爆発が報告された。AFU 部隊が集中していたイボルジャンスコへ来たの森で、再びイスカンデル弾道ミサイルによる攻撃を受けた。空爆直後、ウクライナ政府は、献血の必要性を発表し、多くの兵士が負傷した。スリヤクマップチャンネルは、 モスクワ軍がダリの2時にクリン付近及びプレホボ村とその周辺地域で前進したと伝えた。コレネフスキー地区ではルファフがノボ岩の深東部を奪還し、隣接するレオニドボまで進軍した。過去48時間にわたりスジャンスキー地区ではモスクワ軍がボルキニシに大きく前進し、プセル川沿いの一連の陣地を制圧し、プレホボの75%を奪還した。 ロシアはザポリージャ作戦開始の準備をしている。スリヤクマップ、チャンネルによると、ザポリージャへの軍隊の集中は、ロシア軍がこの地域で投機構成を開始する可能性があることを示しているようだ。このような作戦が行われた場合、様々な軸に沿って一連の突破口が開かれ、オレホフとフリャポーレの重要都市に到達するだろう。 この二都市への進出も徐々に進みそうだ。キエフ軍によって構築された大規模な防衛線は、ここでの大幅な前進を妨げるでしょう。さらに、ルファフは、2023年夏にウクライナ軍に起こったことと非常によく似た。この防衛線を突破しようとする試みで、大幅な侵食を受けることになる。この前線の一部でキエフの防衛線の崩壊が観察できる。 それがドネツクとザポリージャの国境です。ベリカ、ノボシルカの占領により、モスクワ軍がドニプロペトローシク地域に侵入できるようになるだろうと以前に述べたが、それは2025年に現実となるだろう。しかし、この地域への侵入はさらに深い意味を持つことになる。それは、ウクライナ防衛線の背後、そして、 そこからドニエプル川に向けてロシア軍が出現することになるだろう。ウクライナ軍司令部はこの危険を認識しており、ザポリージャへの攻撃があるかどうかに関係なく、将来の敵の前進を阻止するために垂直方向の防御を構築している。